引っ越しを考えてまして、おお、そうなんですか。で、まあ、引っ越しするにあたって、うん、お隣さんに挨拶ってした方がいいのかな。ああ、まあ一応してた方がいいんじゃないですか。ああ、確かにね、うん、最近モンスターペアレントとか問題になってますからね。うん、別の問題としてね、それは。ガチャ、あのさ、びっくりしたねえか、何してんだお前、あのさじゃねえよ。引っ越してきたんだけど。何なんだその距離の詰め方、おめえ岡崎か。違うでしょ。びっくりすっから突然知らねえ人入ってくると強盗だと思ったわ。ピンポン押してくんねえかな。ピンポン。はいはいはい、ガチャ。すいません、あの、うん、僕昨日隣町に引っ越してきたんですけど。隣町。あのこれハムです。別所哲也か。いや、まあ、ハムはいいんだけど。違うでしょ、お前すげえことになっちゃうよ。いや大丈夫です。ビルゲイツかお前。町にハム配ってんだろ。とんでもねえ額いくよ。でもみんなが喜んでくれるんだって。伊達直とかすげえなお前の精神だよ。ちげえ、隣の部屋だけでいいってそういうのは。いやでも隣の部屋を探して歩いてたら、うん、この隣町までやってきた。どこ引っ越すの。すげえ田舎に引っ越すの。都内です。ねえよそんな陸のことを都内に。何言ってんの。いいじゃん、普通に来りゃいいじゃん。あいつらね。はいはいはい。ピンポンピンポンピンポン。うるせえ、うるせえ。それはファミレスかおめえ。煽ってるやつみたいになったんじゃないか。宅番気にすんな。自分の宅はちゃんと光ってるよ。店員はいずれ来てくれる。何の説明だ、分かんねえな。ほんとに違う、一回でいいんだそういうのは。ノックの時は2回、1回でいいって言ったけど2回じゃねえか。なんでコンって勘違いだと思っちゃうぜ。コンコンってこいや。コンコン、なんでコンでコンコンするの。コンでスーってなっちゃうから。ここで行くからじゃねえか。ここだけでカッて行ったらそりゃ痛えわ。ここあんま面積ねえからね。何の話、何の話をしてんだ俺らは。違うでしょ、もう普通にコンコンって来てくれ。コンコン。はいはいはい、ガチャ。すいません、あの、うん、僕昨日隣の部屋に引っ越してきたんですけど。あ、そうなんですか。あのこれちょっとつまらないもの。あら、すいません。家族旅行の写真で作ったテレフォンカードです、うん、ゲロつまんで、ほんとつまんねえの来ちゃったんじゃないか。お前この時代にテレフォンカードどうやって使うの。まあ、ヤフーオークションで売るとか。得体の知れねえ家族の写真だ。誰が落とすんだそんなもんをよ。そういうのなんか日常的に便利なもの渡すでしょ。便利なもの。そうだよ。じゃあこれなんてどうですか。タンニ電池の24本セット。タンニって何に使うんだよ。まず目覚まし時計。うち使ってねえよタンニ。24本も使い切れねえし。なんだこれ、アルカリだろ。マンガンです。マージャンみたいになったな。なんでメンタンピンドロドロ上がったんだよ。待ってみよう。そうとは限んねえけど。違う、お前ハム配ってたじゃねえ。ハムはちょっと別な隣の隣の隣にあげちゃったんです、うん、なんで隣の隣の隣がハムで俺タンニなんだよ。そっか。あ、じゃあこれとかどうですか、うん、おお、すごいの来たね。おひたしです。すげえでけえ。何このおひたし。作りすぎちゃった。給食のおばさんかお前。作りすぎにも程があるんじゃないか。何ですか、さっきロークばっかりつけて。ちげえ、おめえがロークなもん渡さねえからだろ。だいたいね、ああ、そんなね、ダサいインナー着てる人に言われたくないんですよ。俺のインナーはおめえのアウターじゃねえかよ。お前入館は一発目だからってクソ無理やり入れてきてんじゃねえぞこのくらい。やりたかったからって。何ですか、じゃあ。何ですか、ね、フリーですよ、じゃあ。お前ね、引っ越しの挨拶じゃどうすんだよ。2年後の方針の時に考えます。お前2年後の計画今から練ってんの。おめえばあちゃんだから。もういい、どうもありがとうございました。